最低婚から1942年は、新末、中華民国の政治家、教育者。字は、文印。遠釈山引きる賛成派の一員と目され、賛成省の各種内政事業に従事した人物である。16歳の時に同時味で、第一位の成績を得、1898年に、義和団の乱没発後に、故郷の需要に戻り、歩行と断念を組織。 整備した。後に、三星大学堂政学戦災総裁長に起用されている。1901年、新中華新士となり、三星大学堂社官に起用された。1905年に離職し、日本に留学して、和仏法律学校法制大学で、政治、法律、経済などを学んだ。同大学を、翌1906年に卒業し、帰国した。帰国後は、 三世大学堂に復帰して、再務長を務めた。その後、山西省内の各種学堂で監督を歴任し、他にも三世前省総工代表、山西市議局総参議、教育総会副会長などにも就任している。1909年、再定根は、東三世に移動し、小足島海部局局長に任命された。1911年、 侵害革命が勃発すると、賛成省に戻り、都督となった円釈山の下で、内務市市長兼財務市市長に任せられ、後に山西長民政庁代行や、保身公務公司総理も務めている。1917年、円から六成功各所所長に任せられ、推理、養産桑の植樹、禁煙、植樹、断髪、天足の6分野につき事業を起こした。 あとには、牧畜、造林、綿花栽培も担当している。翌1918年、三政省議会議長に就任し、留日予備学校校長やなるか間教務主任も兼ねた。1922年8月、三政省政務長長長に就任している。1923年、三政省加藤動員に移動し、1926年には加藤寺を運賜を兼任した。 円釈山が国民政府に駅死した後の翌1928年に最低根はジョリヘイツエイジごとよに任せられた。同年8月、国民政府にぎやか関建設委員会委員となり、翌月には天津特別市市長に起用された。市長就任期間には国民政府首都建設委員会委員や行政院ぎやか参委員会委員も兼任している。 1932年、進む水、水税交渉主席参事や水塩少将、政設計委員会副委員長を務めた。1939年11月、行政院にぎやか再委員会委員に再任した。1942年、香港で死去。去年68。ありがとうございます。